はい、どうも、水ニャンです。今年6月18日に水溜りボンドのカンタじゃない方が経営しているお店かげろうで、あやなんの誕生日パーティーが開催された。で、参加していたメンバーがコムドット、あやなん、エビスジャップ、関根リサ、マータソ、フクレナなど、ざっくり言って30人ぐらいが集まって、で、深夜までお酒やカラオケで盛り上がっていたということです。まあ、もちろんね、このコロナ禍ということで、まあ、緊急事態宣言のもと、炎上するのはね当たり前で、まあ、文春オンラインが、まあ、そのスクープ記事を書いて、で、炎上して、で、今でもまだ炎上が続いてる。で、当日参加した YouTuber たち、謝罪文や謝罪動画投稿して一旦ね沈静化を図ったんだけれども、まあ、次から次にねいろいろ問題が出てきて、で、そのね、どういう問題が取り立たされてんのかっていうのを、話したい。で、まずね、水溜りボンドのカンタじゃない方が経営しているお店かげろうで、東京都のコロナ対策リーダーの登録店になってる。で、それがないと、営業時間短縮の協力金の申請ができないんだよ。ただ東京都のねルールとして、その期間のどこかで1日でもルールを破っていたら支給されないというのがある。まだね、6月に関しては申請期間前だから、まあこれからどうなるのかはわからない。ただまあ何とでもね言い逃れはできるわけですよ。まあ例えばお店としてはお酒も提供していない、で、料理も提供していない、で、営業時間外で勝手に箱だけを貸しただけというような言い訳もできる。ただね、ちょっとさ、それどうなのよって話ね。で、まあ参加者、集まった参加者たちはね、誰もね会費の話とかしてないし、で、主催者がこう誰なのかっていうのを明らかにしてないんだよ。だからここの部分においてはね、めちゃくちゃ謎が多い。だから参加者がね、なんで会費とか主催者とかを明らかにしないかっていうと、これはね、この協力金の話に大きく、まあ、影響してくるからじゃないかなっていうふうに、まあ、俺はね睨んでいるんですよ。で、まあ、正直ね、僕ね、まあ、水溜りボンドのカンタじゃない方が、まあ、これにね関わっていたと、このあやなんの、誕生日パーティーに関わっていたっていうことで、まあ、炎上した後ね、水溜りボンドカンタだけがさ、まあ、ラジオに出てきたんですよ。で、まあ、そのラジオも聞いたんだけど、いやもう本当にね、なんか水溜りボンドって、まあ、これからもうカンタとエライザでよくないって思った。で、もう水溜りボンドにカンタじゃない方って必要なのかなって思ったね。で、まあ、水溜りボンドがさ、今まで炎上してきたことってぶっちゃけ言うと、まあ、しょうもないことで炎上してきたと思うわけ。でも今回の炎上だけに関しては、それこそまあ世の中を敵に回してもおかしくない炎上なわけだから、まあ、これにおいてはちょっとね、意識が低すぎるとしか言いようがないよね。で、まあ、実際問題ね、この、誕生日パーティーに参加した他の YouTuber、 企業案件とかに支障が出てきてる。まあそりゃそうだよね。だって企業からしてもさ、イメージ悪いじゃん。で、企業がなんでさ YouTuber に自社の商品を紹介してほしいって思うかっていうとさ、それはさ、まあイメージの問題じゃないですか。やっぱりイメージが悪いやつが自分の会社の商品紹介すると、商品自体もイメージが悪く映るでしょ。だからできる限りイメージがいい人に自社の商品を紹介してほしいわけよ。で、まあ、企業案件がポシャってしまうのって、まあそれはねしょうがないなっていうふうに、まあ、思うんだよ。で、まあ、ぶっちゃけさ、 YouTuber ってさ、まあ、昔はね好きなことで生きていくっていうさキャッチフレーズがあって、で、まあ、渋谷駅とかにさ、まあ、看板とかも出てたじゃん。
まあ、ヒカキンさんとかバイリンガールとかマックス村井さんとか出てたと思うんだけど、まあ、その時に好きなことで生きていくってこうデカデカドーンってこう書いてあった。でもさ、もう今さ YouTuber なんて好きなことで生きていくんじゃなくて、もう世の中こう世間の人たちがお客様にこうなってんだから、世間の人たちの気持ちであったり、ね、世間の人たちの意見、それ大事にしていかなきゃいけないよねって。前みたいにもうね、その世間と逆行したような生き方ってもう YouTube の世界でできない。もうチャンネル登録者数が多ければ多いほどね、あの世間と一緒ガッチ、まあ、世間に受けていかなきゃいけないわけよ。だから、まあ、今回もさ、まあそのね、謝罪動画で、まあ、炎上しちゃったヘラヘラ三重師とかエビスジャップとかいるけれども、まあ、彼ら自身さ、まあ、その単純に自分たちが面白いことをやっていきますっていう、なんかそういう自分たちはこういう意見です、自分たちはこういうノリだ、ノリが面白いと思ってますってやったのかもしれないけど、もうそれはね、もう勘違いも甚だしいです、ぶっちゃけ言うと。で、まあ、今回ね、謝罪動画上げてた YouTuber の中で、まあ、まだ全部は見てないんだけど、やっぱり一番誠意があるなと思ったのは、まあ、ヘキトラハウスかな。うん、ヘキトラかな。で、2番目が、まあ、コムドットかな。で、まあ、3番目誰かな、難しいね。まあ、仲間ち兄弟かなとは思うんだけど、で、もう謝罪動画で、まあ、なんだかんだ、ひどいなって思ったのはね、まあ、ヘラヘラ三重師、エビスジャップ、まあ、その辺かなって思います。だから、まあ、YouTuber ってさ、で、動画を上げて人気になれば、信者ってたくさんつくじゃん。で、信者の人たちって、まあ、黒を白にしてくれるわけよ。で、白を黒にしてくれるわけ。だから、まあ、信者がね、多ければ多いほど、YouTube ってやりやすいけれども、ただ、世間のね、意見と、その、信者たちの意見っていうのが、まあ、一緒とは限らないからね。で、そうなった時に、自分たちの仕事とかに多大な影響が出てくるよって。で、それでいいんですかっていうような、ことが、問いかけられてるのが、まあ、今回の問題じゃねえかなっていうふうに、まあ、僕は思いました。はい。まあ、ただまあ、水溜りボンドのね、カンタじゃない方に関しては、まあ、お店の件とかもそうなんだけど、もうちょっと説明した方がいいと思うな。ちゃんと。で、ほんとね、深夜まで、酒やカラオケを提供してたって言われてるけど、それっていうのは、お店が提供したのか。で、それとも、ね、お店は場所だけ貸したのかっていうところで、ここも結構大事なポイントじゃないっていうふうに俺は思ってるけどね。まあ、こうやって疑惑が出てる以上、これは説明する必要があるよねっていうことで説明した方がいいんじゃないかなと思います。ということで本日の動画でございますけれども、もしこの動画を見ていいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで以上、みずにゃんでした。じゃあね。